はい、奇世界物語やっていきたいと思います。寝ます。もう12月もうだいぶ下旬だったよね。22日。特に予定はまだないのね。はい、ということでまた何かねイベントが起きるところまで行きたいと思います。電話かかってきました。あー、桜木だ。イブなんだけどさ、予定入ってるかな。もし予定がないんだったら一緒に食事を。素敵。ただちょっと急じゃない？もう22とかでしょ。特に予定もないですし、いいですよ、行きましょう。イブだしね。いいね、なんか。やった、これでイブの予定ができましたよ。明日、特に何もないんでね、ささっと過ごしましょう。イブです。イブですよ、はい。ちょっと、すごくいい服着ていこう。ダメよ、やっぱりね。気張っていかなきゃ。クリスマスイブだし、ちょっとおしゃれ。ちょっとでな、結構おしゃれしよう。本当にでもおしゃれしてよ。そこだよね。おしゃれと言いつつっていうパターンあるからね。待って。はい。ちょっと意見いいですか？ちょっと髪型どうしちゃったんでしょうっていう。髪型以外は可愛くない？普通に。髪型ちょっと、なんだろうね。どういうセンスなんだろうっていう。なんか、縛ってたじゃん、無駄に。あそこ引きちぎってあげたいよね、悪いけど。べって。お待たせ。どういうお店に食べに行くんだろう、それによらない？終わったんだけど。私はまだ入りますよ。怖いよ、ほんとね、怖い。死んじゃうよ。腹ごなし、いいね、ゲーセンに寄ってかな。いい、いい、私大好き。うん。何すんの？お嬢様のお気に入り商品を取り出し、そういうこと 言ってくれるの好き。こっちの大きい方にしよう。これは無理っぽいですよ。だって重くて動きそうにないですもん。このやってみなきゃわからないだろ。俺は真剣だからな。もしこれが取れたらさ、俺とつけ、本当に、また桜木さんたら、今のは真剣。俺たちのことが本気で好きなんだ。あら、ちょっと。なんか、ゲーセンでこんなこと言われるのはちょっとムードない気もするけど、これぐらいがいいよね。うん。すぐに返事をくれなくてもいいよ。俺待ってるから。私なんかを好きに？俺は君が好きだ。そう、難しい問題よね。どうかな。変なこと言っちゃったかな。大きい方が欲しかったんだけど、でも。私嬉しいんです。桜木さん、私のこと好きになってくれてありがとう。お返事考えなくてもいい。もうすぐ言おうよ。うん。まさかの展開。また特に何もない日々がまた起きていくのかな。てか、一条はどうなるの？なんか前回一条もさ、ちょっとなんか、二股じゃないみたいななんか感じのことを割としてきたじゃない？特に何もなさそうね。じゃあまたなんか、いつお返事するんだろう？やっぱ年始とか年末？今年のことだから今年中に終わらせたいよね。とりあえずじゃあやっていきましょう。電話です。なんか25日なんだけど、まだ明けみ。今度の日曜お時間取れますか？聞きしたいことがあるんですの。やばくない？明けみだよ。桜木のことじゃない？何でしょう？電話じゃなんですので申し訳ないんですけど、今度の日曜にうちへいらしていただけませんか？いいですけど。なんかこれちょっとやばくない？やばそう。まあでもそうだよな。みんなさ、ちゃんと対象となる女性がいたじゃない？カップルというかいい感じの組み合わせが。そこにまあ私がバッと入っていったわけだからさ、そうだよね。バーガーショップ行きます。なんか土曜日なんですけど、朝出かけようとしたら電話鳴りました。何？花森？今日
今日から1週間オフなんだ。それでさ、今から痛みしに行かない？突然花森てかもう存在ちょっと忘れてたったもん。いいよ、うん、お店で待ってるよ。いいけどねえ、花森にさ、こうちょっかい出してるの私桜、待って、花森のこれ初めて見た。可愛くないね、ちっちゃいキャ、そのキャラクター。4種類のパスタを頼んで2人で分けようよ。そんなには食べれない。あ、食べれるんだった。今日どっかに行く用事があったんじゃないの？お出かけしようと思ってたけど用事があったわけじゃないんだ。普段何をしてるの？私？そうだね。この子だって、あ、でも別にバイトはしてるからニートではないもんね。時間があるときは街に出ておしゃれな人とか素敵なものを、流行っているものを見つけたりしてるの。じゃあスタイリストさんを目指してるの？タレントさんなんかは洋服とか持ち物をコーディネートする仕事。そうね。上手なコーディネートをできる人になりたいのよ。じゃあさ、僕がいつか俳優になったら、その時は僕のスタイリストさんになってよ。なんてね。なれるのかしらね。え？何、終わり？あ、ちょっと地味なイベントだったわね。じゃあちょっとに、とりあえずもう土曜日なんで、ちょっと、早川と適当に喋って、去りましょう。バイバイ。いよいよだって日曜日よ。決戦の日曜日みたいなもんよ、これは。はい。何言われるんだろうね。なんかそれによらない。でも、そんなに彼女嫌な女ではないと思うから、どうなんだろう。冷静に考えたらでも嫌なこと言われそうだよね。そう、あけみちゃんのね、そう。あ、私が選ぶの？じゃあ、ギャル。攻撃的よ、私は。ほら、攻め攻めでいくわよ。ちょっとあけみっぽくない？そうそう、ちょっとあけみっぽい感じで。もしくは、あれじゃない？私、桜木さんのことが好きで、みたいなことを言われだしたら、それはそれで困るよね。こんにちは。かっこいいコーディネートでいらっしゃるね。まあね。わざわざお呼び立てしてごめんなさいね。何なんだろう。ちゃんとクッキーご用意してありますの。どうもありがとう。伺いたいことがありますの。どんなことですか？ゆたちゃん、イブの日って桜木さんと会われました。なになに、ダメなの？逆に会っちゃ。ダメなの？桜木さんと夕ご飯をご一緒して、それからゲームセンターに来ました。でもどうしてあけみちゃんそのこと知ってんの？そう、めっちゃ怖いんだけど。やっぱりそうでしたの。世代前から桜木さん、ゆうたちゃんのことを気にしていたんですのよ。ゆうたちゃんの話が出ると、そわそわしてらしたから。きっとゆうたちゃんとデートしたいと思ってるんじゃないかと思っていましたのよ。うん。今年はイブの日にうちのパーティーにも顔を出しませんでしたし、パーティーしてたんだ。ゆうたちゃんと会ってるのかしらってね。で、桜木さんとゆうたちゃんとお付き合いなさっているの？イブの日に付き合ってくれるかどうか返事してほしいって言われました。そうですか。データちゃんはお気持ちはどうなのですの？力になってあげたいと思うんですけど、お付き合いとなると私もちゃんと考えないといけないし。そうですわよね。桜木さんは素敵な方だし、ユータちゃんのことを真剣に考えているような気がしますわ。でもお付き合いとなると決心が必要です。そんな重いもの？なんかちょっと彼女たち付き合うということに対して重すぎない？私考えて答えが出たらあけみちゃんにはちゃんと話します。それまでは見守っていてほしいんですけど。あ、化けにいい女だね。絶対嫌だと思うの本当は。だって私が実際そのポジションでゆうたちゃんみたいな子いたらと思うもん。偉いあけみは。あけみのちょっと好感度めっちゃ上がった。いい子だった。難しいわね。付き合えばいいと思うんだけど、私は。ちょっと簡単に考えすぎ？でも、
この世界の子たちがちょっと悩みすぎてるから、もう29日だってもう終わりよ1年。あ、でも4月からだったっけこのゲームね。よし、じゃあまたちょっとダラダラ過ごしましょう。はい、電話鳴りました。てか、なんか気のせいかもしれないけど全然人がいないの、街に。うん、俺桜木。桜木さんじゃないですか。どうしたんです？元旦のことなんだけどさ、どう、一緒に初詣に行かな？え、行く行く。行こう行こう。うん、サンキュー。神社前ってことでいいかな。オッケー。え、大晦日は？大晦日は何？一人で過ごせってこと？そっちの方が辛くない？なんか大晦日こそ一緒にいたい。大晦日からの、ね。もう夜のうちに初詣行っちゃうみたいなね。もしくは朝方とか。それいいのにね。うん。はい。大晦日の日は普通にバイトでした。やだっていうね。はい。だいぶなんか伸びてきたんじゃない？いろいろ。うん。いい感じ、いい感じ。アルバイトはもう今のままでいいです。うん。よし、元旦ですよ。元旦やっぱ着物着ていくよね。うん。どうなんだろう、これでなんか信じられない服とか着ていったらね。初詣だからやっぱり振り袖を着たいな。持ってんの？大丈夫？こんなん持ってたっけ？いいんじゃない？変な服着るよりはね。これもう完全に桜木ルートだよね。あら。こっちこっち。俺のために振り袖を着てきたんだね。すごく可愛いよ。どうもありがとう。そう、新年の挨拶がまだだったな。あ、明けおめことよろ。俺、ゆうたちゃんと初詣に来られて嬉しいよ。神様に感謝しちゃおうかな。桜井こんなんだった。なんかすごい、あれね、好きな子には甘々のタイプね。うん。何お願いするの？みんなの健康と幸せ。絶対嘘でしょ、桜木は。うん。言うよね、人に言うと叶わないってね。まさかの後ろ姿なの？正面からも見たかったんだけど。後ろ姿だけ？終わっちゃった。寂しい。なんかもうちょっとあってもよくない？なんか屋台で何か食べるとか。あとなんだろう。初詣行ってすることって食べることしかしないんだけど、私。初詣って何すんの？あ、お守り買うとかさ。嫌じゃない？二日からバーガーショップ働くの。シフトちょっと入れてほしくないよね。しょうがないね。また電話です。これ花森かな？花森だ。これから初詣に行くところなんだけど、付き合ってくださいよ。三日でも全然ありじゃない？私7日ぐらいにいたこともあるよ。いいよ。意外と花森がなんか積極的になってきたわね。いや、私今日鬼ダサい服着てるけど大丈夫？ああ、今日め。なんかちょっといけない気分になるわね。花森ともなんかちょっと付き合っちゃってる感あって。よかった。なんか、変にね、私のこととか言われたら困るなと思ったんだけど。森くんの夢叶いますように。優しい。今買うから色違いの板さんも買った。なんか昔はめっちゃ買ってた。恋愛系のやつを行くたびに買ってたな。懐かしい。なんか起きた後こんなパターン初めてじゃない？どうしたの？朝から難しい顔してるけど。どうしたの？って言うたちゃん。桜木さんのことどうするつもりなの？そうだよね。ジジ分かってんじゃん。当初からずっと考えていたのよ、私だって。
クラゲさんのこと好きなの？早くお返事してあげないとかわいそうよ。まあね。でも私はあと3ヶ月しかここにいられないのよ。それに私が魔女だなんて桜木さん知らないし。そうね。でもちゃんと話さないとダメよ。わかった。今から桜木さんと会ってお話してくるわ。おお。まあね、魔女っていうのはよくわかんないもんね。はい、桜木って言って出るんだ。面白い。どうかした？桜木さんとお話ししたいことがあるんですが。何の話？ではではちょっと、これからうちお邪魔してもいいですか？構わないけど。待ってるよ。ほら。ちゃんとお支度してから、そうよ。服は大事よ。私が選ぶのね。なんか私が選ぶってことはスチールないのかなと思っちゃうんだよね。ねえ、どうしよっかな。桜木は好きそうな格好がいいんだけど。これ意外とこういうの好きそうじゃない？行ってきまーす。まあでもそうだよね。クリスマスイブに告白されても1月も言うて4日でしょ？じゃあそろそろ返事するべきよね。だからびっくりしたよ。ごめんなさい、急に来ちゃって。何言ってるの？ゆうたちゃんならいつでも嘘、じゃあ毎日来ようよ。今日は女王様風のスタイルで来たんだね。素敵だよ。ありがとう。何か悪い話？桜木さん、この間の曲聴かせてくれませんか？あの古い曲か。このブツブツ言っちゃう曲ね。これ何なんだろうね。ゲームキューブが悪いのか、ソフトが悪いのか、うちのテレビが悪いのか。やっぱりこの曲最高。その最高っていうタイプの曲じゃなかったよね。もうちょっと落ち着いて聴くべきよ。この曲聴くために来たの？私、桜木さんの音楽の素晴らしさを教えても、桜木さんから音楽の素晴らしさを教えてもらいました。そんな俺の方こそ、たちゃんがいなかったらきっともう曲なんか書かなかった。私、もっともっと桜木さんの曲が聴きたい。うん。もう言うしかないわ。付き合わない。これ選択なんだ。付き合うよ。私、桜木さんとお付き合いしたいです。いいの俺で。桜木さんともっともっと音楽をしたいし、もっともっと思い出を作りたいんです。音楽を作っていこうな。あら。あらあら。無事付き合いましたよ。一条、バイバイ。一条、だって一条最近いないんだもん。それで桜木さんには何とお答えしたの？お付き合いさせていただくってお答えしたわ。よかったわね。私もその方がいいと思ってたのよ。お付き合いできるのは短い間かもしれないけれど、やめてよ、そういうこと言うの。問題はお付き合いの中身よ。そうだ、ケミちゃんに今日のことをお話しする約束だったわよね。今すぐ電話してみる？ああ、そうだった、忘れたわ。でも、あけみはいい女だから大丈夫。その辺は許してくれる。あら、暗かったわね、今ね。どう元気？ケミちゃんの桜木さんのことなんですけど、私、お付き合いすることにしました。まあ、それよかった。おろ！桜木さんもすごく喜んでいたんじゃございませんの？ケミちゃん、ありがとう。なんて言ったらいいか。私のことを気にする必要なんてありませんわよ。私本当に喜んでおりますの。でも私とも今までと同じようにお付き合いくださいね。いい女すぎん。ちょっと感動なんだけど。えらいよ、あけみ。MVP はあけみだよね。冷静にね。本当に。あけみにお金あげたいもん。まあ、彼女金持ちだからお金いらないよね。お菓子あげたい。でも過ごしていきましょう。電話です。電話ですって。わあ、もうなんかね、付き合ったのに全然付き合った感がないのよね。この2丁なんだけどさ、うち遊びに来ない？この2丁ですか？いいよ。基本やっぱおうちデートなのかな。なんか外でデートしたいよね。せっかくなら。はい、日曜日です。可愛い服着てね。
あの、私が選ぶのかな。お、ミュージシャン気分で張り切って歌えるようなスタイルにしましょう。何それ、どういうこと。いやもうこれミュージシャンに対する偏見だよね。こんな服着ないでしょ。いや偏見よこれは。やっぱ古いタイプのあれだよね。まあなんか20年ぐらい前って感じよね。はーい、ちょっとでっかくの曲あるんだ。ゆっくりしててよ。あ、もうすごい、もう新婚さんにお茶入れたりね。桜木さんを弾いてるのを見てるとなんだか簡単そうに思えるんだけど、実際ピアノってかなり難しいんでしょ。そうでもないさ、教えてあげるから、ほらここに座って。あらあらあら、さあこれを繰り返して弾いてみて。あらあら、うまくいかないな。私ピアノには向いてないのかも。そんなことない、ない、慣れだよ慣れ。え、慣れの問題だって。まあでも実際そうだと思う。私もちっちゃい頃やってた時はできたけど、今できないもん。慣れだよね。もう忘れてしまったからできないのも多分。え、それだけなの。なんかもっとさ、デートってか、なんて言うんだろう、付き合ったわけじゃない、付き合ったなりのなんかないのって思っちゃうよね。せっかくの付き合った上での休みの日なのにね。はい、ということでですね、今動画撮ってる時間的にはもう軽く1時間ぐらいになるんですけど、まあ編集してちょうどいいぐらいの尺なんじゃないかなと。どうした、うん、何、今日祝日もしかして。祝日でした。桜木かけれるよ、かける。終わろうと思ったけど、桜木となんか起きるなら全然やる。なんだ、ゆうたちゃんか。なんだって言わないでよ。ちょうどよかったよ。今日さ、成人式なんだけどさ、よかったら参加しない？え？でも私まだ、あげみちゃんが俺たちのためにパーティーを開いてくれるんだよ。そのパーティーに参加しないかってことなんだけど、そういうことですか。それならぜひ参加してください。で、パーティー会場で待ってるよ。おーい。成人ね。うん。きっとみんなちゃんとした格好よね。私もドレスアップしてくる。ドレスアップ大丈夫？不安だな。ドレスアップって言われたら不安に感じない？ああ、まあ、悪くはない。悪くはないけど、まあ、良くもないみたいな。難しいところね。以上。皆さんお待たせしました。あちゃん今日ドレスなかなか決まってるね。ほんとこの男2人ね、ちょっと、うん、辻ちゃんそうビシッとしてるね、うん、あすごいいい女だね、かなこ。やっぱりお料理が目当てかな。あら、で、桜木さん、辻井さん、一条さんの成人よ。成人な、別に何も言わなかったな、私。なんか、なんともなんか、成人式とか別に、ね、ねって感じだよね。終わっちゃったわ。よし。ではでは、今回はこの辺でね、終わっとこうかな。成人式も終わったし、言うても1月13日なんだよね。あと、2月、3月でしょう。割と、いいペースで言ったら、あと2、3パートで終わっちゃうかな。どうなんだろう。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。